元世界記録アンシャントロマン RTA、星さん。ファイナルファンタジー7に憧れた学生たちが作り上げた最終幻想7のような神ゲー。ストーリーなどは完全におまけ要素であり、このゲームは随所に最高に面白いクソゲーの要素が含まれているために、中古価格が高騰しているという大変趣深い作品。面白い部分は状態異常のエフェクトがないので、眠りの魔法をかけても相手が眠っているかどうかの判定ができない。次のターンに相手が攻撃してこなかったら眠っているのだろうと判断できる。確実に相手を10ターン行動不能にできる石化の魔法があるので、他の状態異常など不要。石化してても敵は普通に動く。魔法と魔法の計算式が逆になっているので、魔法を上げるとなぜか魔法が高まるといった感じや、計算式が狂っているせいで特定の条件下で攻撃魔法のダメージが1になるとか、とにかく全部すごい。音楽が癖になるヤバさ。ムービーシーンがカラオケで流れる CG クリップレベルで、セリフも殿下もびっくりな棒読み。ラグランジュポイントのような唐突な展開、全体的に技術が追いついていないので、イベントシーンで突然増えたり、常に肩パッドをカタカタさせたりと、情報量が多すぎて目が離せないという、その発想は無かったな。ムービー RTA を想定したエンカウント無効の隠れシステムだったり、ひたすら楽してクリアできるゲームバランスと、ゲームバランスを放棄しているというのに奇跡的にバランスが取れている奇跡のゲーム。そう面白いので、くっそおすすめ。